こんにちは、こんばんは。ゲーム動画へ行こうです。サッカークラブ育成シミュレーションカルチョビットアを始めていきたいと思います。今回は、1位、首位、リマッセ大阪との対戦ですね。リマッセ大阪どうかっていうのを見てみますと、2敗しかしてない。強いです。3対2ですね。3対2で大接戦だったんですよね。この時の試合がどんなメンツだったっけ。先制して2対1で、ここは頑張ってたんですけど、後半もいけてたんですが、結構そっから一気に2点取られてしまって、逆転負け、やっぱり悔しいですよね。ということで、ここはですね、メンバーどうしようか迷ったんです、正直。ですけど、もう一度、やっぱりトップメンバーで戦ってみるのもいいかなと思って、そういう風にして戦うことにしました。そういう風にしてて、えらい雑ですね。左右あたりいいよね。まあ似たようなものですよね。節子かな安定している。これ以上のメンツいないような気がするんですけどね。みゆきぐらいで。まあみゆきをどっかに入れるか。みゆきがいいですね。キーパーはもちろんなつきということで。これで、相手は大阪城スタジアムですね。大阪城ホールみたいなもんかな。大阪城公園にあるんじゃないか。君ならできる。走れ走れということで、どこまで、食い下がれるか見ておきたいと思います。やっぱ早いですね。緑がかき回されてます。抜け合えたが、これはうまい。くるみ。おっと、ナーコ自身がシュートに行って、コーナーキックを得ました。ちょっとこれは遠すぎるぞ。一応バックパスです。スタミナも十分ありますよね。早いうちに。ここはキーパーがキャッチ。早いうちに本当に食いついてきますよね。すごいや。ファールですか。あーっと、イエローカードだ。緑。これは、バーに救われた。まだピンチは続く？ファールですね。これもファール。一進一退の展開になります。まどか落ち着いてますね。さあ、これはみゆきのカットが光ります。
さあ、ちょ、ゴール前。おっと。防いだ。さあ、ここで、コーナーキック。緑か窓かへ、これは、止められた。相手も必死です。おっと先取点スーパープレイ。え、嘘勝てるかも。さあ、このフェイントキック。フェイントシュート。謎ですね、フェイントシュートは。中段が結構疲れてきている。こう一段下がってみましょう。さあ、相手がポジションをチェンジしました。さあ、ここから怒涛の攻めが始まりそう。前半終了するかな。あっと、おっと、アディショナルは2分。必死に。おっと、今、結構強引に決められたか。前半終了です。リードです。前ですね、まだ。まだゲージ1だ。さあ、セットプレーをちょっと見せたいですね。幸子にコーナーキックを任せるか。そしてナーコはシュート力ありますからね。フリーキックをとペナルティーキックをやらせたいと思います。さあ、後半のキックオフです。うまくかき乱したいところ。逆サイドをみゆきが上げて、ここ抜けた。くるみ1対1位に、なんと2対0。後半早々。いや、ブルッときた。すげえ。まさかの流れ。くるみ抜け出しました。さあ、ここでみゆきがちょっと疲れてますね。みほにするか、ジェネットにするか。まあ、みほにしましょう。ちょっとまだ、わからないなぁ。で、っていうか。できればいい選手入れたいんだが、ヤン、サヨが残ってますね。サヨ、ミオもいます。クラリスを、おっと、ここをもうアグレッシブに行きましょう。ミオ投入です。
おお、これはやばい。さあ、ゴール前、もう一度。あ、今度はゴールキックですか。いいですね。さあ、空中のボールを取り合い、ゲルハルドが取りました。ちょっと裏を抱えた。ああ、サチコナイス。体勢崩されたあれだったんですけど、いいですね、ミホが。さあ、センタリングと、これはちょっと無理があった。さあ、ここはもう3人目を思い切り変えていく場所です。マドカにするか、サチコにするか。まあ、マドカですよね。ヤンか、サヨか。サヨを変えましょう。積極的になるんだって言われてます。さあ、時間が過ぎていきます。そう、パワープレイ出てますね、相手は。さあ、くるみと思った。これ裏返して、左右が抜け出して。さあ、コナキック。コナキックですね、あやか。もっと？さあ、落ち着いていってほしい。ちょっと守備が足りないぞ。さあ、くるみが走ります。ちょっとこれは、ナーコがセンタリングと、これで渡せればよかったんですが、ノーホイッスルだ。おー、無敵が。いいですよ、いいですよ。噛み合ってないですね、相手は。ワンツー、うーっと、ナーコ。ここでサチコだが、捉えてしまう。あまり時間ないですよね。ここを踏ん張ってほしい。おー、勝ちました。相手に1点も点数を許さず、2対0。素晴らしい勝利を得ましたね。さすがにマス大阪、スピードの攻撃が光ってました。これやクロスバー危なかったです。これも守備が返ってくるのは遅かった。ゴールキックなんですよ。無回転シュートってやってますね。フェイントを決めて、無回転シュートですか。あ、なんか守備にも当たってますね。そして後半4分、またくるみ。このみゆきのパスが絶妙でした。1対1に持ち込んで、くるみが、しっかりと決めました。そこからもちろんディマッセ大阪はパワープレイに出ます。最後ディフェンダー下ろしてフォワード3人体制で逆転まで狙ってくるんですよね。ただあやか、まあ確かにそういった外へ出して守備の体制整える方がいいかもしれないですね。カウンターだと守備の体制整えて危なかった。ここも防げましたからね、守備が十分いたおかげで。確かにシュートは相手の方が高いです。イエローカードをいただきました。ただ、ボール支配率が 49%、そんなに負けてない。ということで、エースストライカーのくるみにつなげて、決められたゲームでしたね。よーす。はい、ご覧の通り、5つ課題をいただきましたので、これでまた強くできます。さあ、6位のままですが、残り3試合、8点差なんで、6位までキープできそうですね。うまくいけば5位なんかいけるかもしれないんですが、ちょっと厳しいかな。
筑波大釜が迫ってますね。勝ち点1差。メソレ那覇もなんと、すごいですね。昨年10位のチームがなんで3位に上がって大健闘できるのかっていうのはありますよね。こちらも残り3試合、首位争いかなり熾烈です。降格争いの方も地味に乗ってますよね。勝ち点が14。サンダーボルトは勝ち点が並ぶと得失点差で明らかに不利なんで、勝ち点をホルティール浜松よりは上回りたいですね。降格、そのまま自動降格と入れ替え戦では全然違いますから、もちろん高知シマントスを抜くことも不可能ではなく、高知シマントスも、まあ、ちょっと、気になる流れになりますね。さあ、貯金に。さあ、エリカがここでケアカー復帰です。さあ、次はですね、ジャパンカップの1回戦ですね、ステップリーグ1位、北のブリザードと当たります。というわけで、確実に勝っていきたいと思います。じゃあ、クルミアおろし、日程見てみましょう。なるほど。一週休みがあるんか。まあ、クルミおろしてもいいですけど、ああ、高知四万十戦があるのか。まあ、クルミおろしてもいいですけど、どうするかですよね。他の選手も座ってきてんで、託したい気持ちはあります。はい。というわけで、ストレッチをする姿を見ながらですね、この動画終了です。非常に、リマッセ大阪に2対0と、思ってもみなかった大勝を得ることができました。非常に選手たち、特にディフェンダーあたりがいい働きをしてくれたと思います。それがこの勝利につながったと言えますね。また、今年もジャパンカップが始まります。昨年の優勝のビッシュ、また味わいたいと思います。次回もお楽しみに。ぜひぜひ、お気に入りましたらチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しておりますので、よろしければ見てください。また、この動画、最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト、表示されます。よろしければ、そちらもアクセスしていただければ、嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。